女王陛下の政府は、イギリスの中央政府。通常は、イギリス政府、または、英国政府と呼ぶ。国王、または女王に任命された首相とその首相の指名により、女王が任命した大臣によって引き入られる。首相及び他の最上級大臣らは最高維持、決定機関である内閣に所属する。首相は、首都ロンドンのウェストミンスタークにある。 ダウニング街10番地を拠点にしており、内閣の閣議もこの場所で開かれる。また、大半の政府機関は、同区のホワイトホール地区に設置されている。イギリスの憲法では、君主とともに行政執行機関を設置することになっているが、現在は、官令上、行政の権力は首相及び内閣によってのみ、あるいはそれらの助言をもって行使されている。内閣の構成員は、 数密院の一員として君主へ助言を行うか、あるいは中央省庁の長として直接的に行政権を行使する。政府の閣僚は通例、全員が英国議会の議員で構成され、その説明責任を有する。政府は議会に頼りつつ、第一次立法を制定する。これは実際には政府は少なくとも5年ごとに改選を求めなければならないことを意味している。 君主は議会で多数を占める政党の党首を首相に任命する。英国議会は議員内閣制のモデルとなっているウェストミンスターシステムを考案し、これは今日までに世界中で最も広く採用されている議会制民主主義の政治システムの基礎となっている。イギリス連邦の加盟国など多数の国々がウェストミンスターシステムを実践している。現在の首相は 保守党党首のボリス・ジョンソンで、イギリスの欧州連合離脱交渉の行き詰まりを受けて、辞任したテリーザイ首相の公認として、2019年7月24日に、女王エリザベス2世から次期首相に任命され、ジョンソン内閣を成立させた。英国政府は、行政権、委任立法権、その他多くの任命権や保護権を有する。一方で、法的にある程度は、 政府から独立した公務員による組織が強力な権限を有する場合もあり、英国政府の権力は、顧問労あるいは英国議会での議員立法により承認及び制限され、また欧州連合法に従いつつ、君主により保持される。あるいは承認、または制限されたり、法令上、政権が加えられる。これらの実務上及び手続き上の制限は、 裁判所においても、意見審査権により強制力を有する。英国政府の閣僚は、24の大臣賞及び執行機関に勤務する、総計およそ56万人の公務員及びその他の職員により支えられている。加えて、26の非大臣賞がさらに広範囲の行政分野を担当している。ありがとうございます。